ヘイスティングズ・カット・オフ、ヘイスティングズ・カット・オフは、アメリカ合衆国の西部開拓時代において、カリフォルニアへの移民が使用するルートとして、カリフォルニアトレールに代わって提案されたものである。現在のワイオミング州、ウィンタ軍ドから、ユタ州を通り、最終的に、ネバダ州、エルコン郡へと至る道である。現在はほぼ前線において、道は残っておらず、廃道となっている。 このルートは、が、著書、オレゴン・カリフォルニア移民への手引き書、現代、ザ・エミグロンと、エスガイド・ツー・オレゴンカリフォルニアで提案した、西部開拓時代の悲劇で知られるドナー隊が、ヘースティングズ・カットオフを利用したことで知られる。ヘースティングズは、著書の中でこのカットオフについて、以下のように述べている。カリフォルニアへの移住する移民にとって、最も直線的なルートは、 で、オレゴントレールから外れることだ。要するに、そこから、西南西、ソルトレーク方面へと進む。さらに、そこからは記載したルートに沿って進めば、サンフランシスコの港までたどり着くことできる。このカットオフは、ワイオミング州にある、ブリッジャー取リデで、オレゴントレールから外れ、ワサッチ300を超え、80ミ、約130キロメートルもの間水を補給できない。 グレートソルトレイク砂漠横断を行う、最後にお迎して、現在のネバダ州エルコの東眺め、約1 1 1トルの地点でカリフォルニアドレールに合流するルートとなっている。このカットオフの西の端は、現在、登録番号3に指定されている。ヘイスティングズは1845年後半に小規模なパーティーを率いてカリフォルニアへと移住し、冬は カリフォルニアで過ごしている。意義深いこととしては、に滞在した際、ジョンシー・フレモントと出会ったと考えられる点である。フレモントはグレートソルトレーク砂漠を探検しており、彼の手紙には、アメリカ合衆国東部の新聞で広く知られることになるカリフォルニアへの新たなルートが書かれている。4月、ヘイスティングズは1846年の移民たちに会う準備を始めている。 ヘースティングズは付近に滞在し、その滞在中に東へ向かう旅人たちに公会場を持たせた。この公会場はカリフォルニアドレールをたどってカリフォルニアへ向かう移民たちに当てられたもので出待っている旨が記載されていた。結果的に60代から75代の馬車がヘースティングズと共にヘースティングズの提唱するカットオフを利用した。移民たちはの難しい山折、80未。 約 130km もの間水を補給できないグレートソルトレイク砂漠横断の大規模な迂回を耐え抜いた。普通の陸路での旅路であったが彼らは安全にカリフォルニアへと到着している。ドナー隊はこの前述の移民団を追うよう2846年にこのカットオフを辿っている。ドナー隊はヘースティングズカットオフの道中で様々な困難に見舞われた。ドナー隊は ヘイスティングズに案内された移民団に一週間程度遅れて出発することとなったが、ヘイスティングズ率いる移民団とは異なるワサッチ山脈をたどるルートへと案内された。ワサッチ山脈の山越え、厳しいグレートソルトレーク砂漠横断とドナー隊の移動は見込みより大幅に遅れた。彼らがカリフォルニアトレールへと合流した際には予定よりも1ヶ月も遅れていた。 ドナー隊は、二諸島に到着するが、その付近で、吹雪、豪雪に見舞われ、進むことも引き返すこともできなくなってしまった。雪に閉ざされたシエラネーバダ山脈の山中で、越冬することになったドナー隊は、野生生物を買ったりしたものの、多くの隊員が貸しし、追い詰められた隊員たちは、食人行為へと至った。1847年7月。 モルモン教のリーダーブリガムヤングはからの移民たちからなる集団を先導してきた。ウィンター・カーターズは現在オマハに属し、この移民団は現在のソルトレークシティへと移住している。この集団はヘースティングズカットオフを通ることを選択し、現在のを通った。ヤングのグループはこの旅路の中でカットオフのルートをいくつかの部分で改善している。その後、モルモン教の集団は ソルトレーク渓谷をより容易に通過できるようにした。この集団で筆記をしていたウィリアム・クレイトンは、彼の執筆した雑誌の中で、モルモン教の移民団は、前年にドナー隊が通過したルートを通過しようと試みたが、時折そのルートがわかる程度にしか痕跡がなかったと、述べている。数年後になると、ヘースティングズカットオフの利用者の大半が、モルモン教徒に占められるようになっていた。このには、 カットオフのルートはパークシティ付近を通過し、今日のがルートに組み込まれていた。カリフォルニアゴールドラッシュの売りには、アメリカ合衆国西部へ向かう人の量は劇的に増大し、1849年と1850年の移民団の中にはヘイスティングズカットオフを利用する者もいた。1850年にクレートソルト湖西側のクレートソルトレーク砂漠を 通過しない新しいルートであるが開拓された。これを受けてヘースティングズカットオフは廃止された。ソルトレークシティ東側の局一部がモルモントレールの終点として残った程度であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。